ざいます。入りますね。はい、救援でこんなプレーを見せたいというプレーがあったらお願いします。そうですね、過去2回投げてますけど、まあこれといって別にピッチングしたわけでもないですし、なんか賞をいただいたわけでもないんで、まあオールスターでは、何か一つでも記録に残れるように、今年は頑張りたいなと思います。可能性があれば賞もこう狙っていきたいと。そうですね、はい、頑張ります。対戦したいセ・リーグのバッターというのは誰かいますか。はい、まあ、交流戦で戦っているのもありますし、そんなさほど新鮮さはないんで、まあ、特に誰っていうのは別にないですね。はい、まあ、平野選手、今シーズンはホールドポイントも現在パリートップですけれども、ここまではご自身の成績どう振り返っていますか。まあ、僕のやることは、チームの勝ちに貢献することであって、岸田さんにうまいことつなげることだと思うんで、まあ、そういった面では今のところまだいい感じでは来てるんじゃないかなと思います。チームの状態も、まあ、今日も3立てということで、はい、いい状態かなと思うんですが、オールスターまではどういうふうなピッチングを見せていきたいですか。もう今までと同じように、しっかり自分の役割を、しっかりこなすだけだと思うんで、まあ、まあ僕がこうやって投げる機会が増えればチームも勝っていることも多くなってくると思いますし、まあ、それぐらい重要なところだと思うので、1試合1試合、とりあえずこういうオールスターまで1試合1試合、全部投げるつもりで頑張りたいなと思います。今年のオールスターは第3戦が仙台で行われますけれども、はい、まあ、被災地で行われるオールスターという、まあ、これについてはいかがですか。はい、そうですね、もうすごい、まあ、僕ら選手も、いいプレーできると思いますし、そのいいプレーすることによって、その被災地の方とか元気になってもらったらいいなと思いますし、本当に、まあ、まあ仙台だけじゃないですけど、3試合全部、プロ野球ですごいなっていうのをみんなで見せれたらいいんじゃないかなと思います。では改めて最後に一言、オールスターへの抱負をお願いします。まあとりあえず一生懸命投げて、まあ何か一つでも賞とか取れたら嬉しいと思うんで、狙っていけるときは狙っていきたいなと思います。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。笑顔でお願いします。はい、いいですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。